おはようございます。現在ですね、八方根スキー場の山麓のところに来てはいるんですけど、まあ人は少なそうですね。はい、まあいつもの通りゲレンデの様子とお伝えしたいなと思います。はい、まあ、気温は10度ちょいぐらいかな、この感じだと。はい、まあスキーウェアを着てると結構暖かいなという感じの、はい、気候となっております。はい、上に行ってみるとね、ちょっと肌寒いかもわかんないですけど、はい、まあ、その感じもお伝えできればなと思います。はあ、今10時ぐらいかな、ゴンドラ乗れば来たんですけど誰もいないな。おっと、ミスった。ヘルメット2つ持ってきちゃった。7時半から暑っ。はい、ゴンドラ待ちは一切なくさらっと乗ることができました。まあ午前10時なんで、まあ、そんなに今の時間から、登る人はいないのかなというような感じですね。はい、ゲレンデ、白川ゲレンデの様子ですね。もう完全にもう芝生というかスキー場の下地が見えちゃってる状態となっております。まあ、現在ですね、滑れるコースとしては、うさぎ平ゲレンデの一部と、あと黒菱ゲレンデのみとなっていると思うので、まあ、八方根スキー場来週以降ね、ゴールデンウィーク以降営業するのであれば、まあ、そこしか遊べないというような状態ですね。で、うさぎ平ゲレンデちょっと心配なんで、今日その様子もお伝えできればなというふうに思います。ぶっちゃけ結構溶けるのがかなり早いので、まあ来週ワンチャンやらないんじゃないかっていうふうに僕は、まあ、感じてたりするんですけど、こればっかりはね、公式のホームページやツイッターとかフェイスブックとか、インスタグラムとか情報発信されるかもしれないので、まあ、そのあたりマークしていただくといいかなというふうに思うんですが、まあ例年だと、まあ、この時期まで、パノラマコースぐらいまではなんとか滑れるような状態が続いていたので、まあ、今年に関しては、まあ、それなりに雪降ったんですけど、溶けるのがめちゃくちゃ早かったというような状態でございます。なので、結構ですね、各ゲレンデですね、スキー場等も、スキー場じまいが結構早かったりするんですけど、八方根スキー場も、まあ、例外なくそこに入っちゃう可能性も、まあ、今のところマジで何とも言えないっていうような感じですね。はい、で、まあ、今後の天候次第とか、まあ採算取れるかどうかっていうところも大きな要素になってくると思うんですけど、まあ滑れても確実に黒菱ゲレンデぐらいかなっていうところなんで、まあ、うさぎ平も本当に通り道ぐらいで、連休の後半とかは、まあ、多分あの感じだと無理じゃないかなというふうに今のところ思っております。はい、はい、パノラマコースですが、もう完全に雪はないですね。はい、で上から見て左半面は若干残ってはいるんですけど、もう半旗も取り外されているので、完全にもう動かす気というか、もう動かすという状態ではございません。はい、もう完全に営業終了といったような感じです。でうさぎ平なんですけど、やっぱ雪がもうほとんどないですね。これ来週コブ斜面は滑れないと思います。30センチ。笑えねえ数字やなこれは。はい、で気温は結構低くて、で風は強まる予報と出ております。最強のパワーワードですね。もうこれはもう保険として絶対書いておいた方がいいですよ。常に書いておいた方がいいですね、これは。というぐらい風とお友達のスキー場でございます。ハゲ取るやないかい、ほんまに。しゃあないな、こればっかりは。はい、うさぎ平ゲレンデ、上部の方はまだ雪が残ってはいるんですけど、まあ下の方をさっきちらっと見た感じ、もうほとんど雪が残っておりません。はい、でこんな感じですね。来週はこれ無理ですね。完全に奇跡が起こらない限り多分無理だと思います。はい、まあ、今から雪がドカッと降るとか、あと雪を頑張って寄せてくるか、来ない限りは多分つながらないと思います。こっちの迂回路に関しては、まあまあまあ、行ける可能性はなきにしもあらずという感じなんですけど、そもそも営業するのか問題がここまで来ると出てくるので、まあ、そのあたりはね、まあ、情報を見ていただくしかないかなというふうに思うんですけど、僕が何だろう、経営者だったら、これ、営業しないかもしれないですね。はい、っていうのも、ここ
ね、今映ってる黒部市ゲレンデなんですけど、こっちだけとなった場合なんですけど、まあ、ここに人が溜まりまくるっていうことを考えると、まあ、確実にこのうさぎ平ペアリフト、今映ってるペアリフトと今乗ってるアルペンクワッドリフト、これ動かします。じゃあもうここにしか滑るとこがないんで、とんでもない人がここに溢れかえるっていう状態になると思うので、まあ、それはちょっとね、あの安全性とかを考慮した上で、まあ、危険である可能性も否めないというところと、あとね、こう、まあ、全面コブになるので、ちょっと事故等のリスクになりかねないかなと僕はこう、あの見ていて思います。どんぐらいの人が来るかは分かんないですけど、まあ、逆にこう公式発表でコースがめちゃくちゃ限られてます、それでも来ますかぐらいの勢いで宣伝するのであれば営業するのはいいかもしれないですけど、ちょっとマジでなんとも言えないですね。ただあのコブのレーンは今すごい綺麗にあるので、このコブ練習したい人には、まあ、明日とかもいいかなとは思います。はい、ただウサギ平はもうちょっとやばいですね、マジで。もうアルペンクワット降りたところなんですけど、ここでこれなんでもうボッコボコっすね。今まず10時半ぐらいです今。はいまあゴールデンウィーク確実にこれよりかは状態悪くなると思うので、まあはい、ちょっとご安全にっていう感じですね。今八方のスキー場、この黒菱ギレンデだけ一応全部滑走できるみたいな感じの、情報が流れております。まあ、こちら公式情報をね、あの詳しく見ていただきたいんですけど、まあ、下から見て左半分こちらの方ですね、滑ることはできないかなと。まあ、下半分は滑りますけど上半分はちょっと無理かなという状態ですね。で右ですが、こちらあの整地になっている部分、あの右側でなおかつ半分より左側の上部の方、あちらはちょっとあの10円ハゲみたいな感じになってるんで、あちらも滑ることができないというところでございまして、で、まあ、あの気温が下がるみたいな予報出ていたりするとは思うんですけど、まあ、この左半分ですね、あの右側の左半分、はい、こちらもちょっと来週は、ね、あのもし営業するとなったら怪しいかなという状態です。はい、で今ゲレンデ結構人がいます。でこれゴールデンウィークでも何でもない土日にこんだけ人いるってことは、来週マジでちょっとあのゴールデンウィーク差し掛かったらもう人がえぐい感じになるんじゃないかなというふうに思うので、はい、まあ、この辺りもね、あの見ていただければなと思います。はい、で黒菱のペアリフト沿いの小菱なんですが、まあ、あちらもまあまあ折れていたりすると思うんですけど、まあ、下に岩が見えていたりとかそういう感じではないのかなという状態ではあります。はい、ただこの緩斜面のところのコブレーン、こちらはあのボードの方も結構滑られたのか、結構なんかこうスキーヤーが滑るならちょっとあの受けが少なくてちょっと滑りにくいようなコブ、バンクラインというか、はい、そういう感じのコブとなっております。なので意外とこの急斜面のコブとかの方が個人的には好きだったりするかなというふうに思うんですけど、まあ好きなところ滑ってくださいという感じですね。はい、まあ、元もこのナイスケチなこと言うと、はい、黒菱ペアリフトの方にやってまいりましたが、まあコブはまあいい感じちゃうかなこれ、うん、めっちゃいい感じだと思う。はい、このなんだろう、リフトの右側のところなんかは結構深くて、まあ滑り応えのあるコブなんじゃないかなというふうに思います。まあ、ラインも割としっかりしていて、ちょいちょいねこうなんか草かなんか土かよくわからんのが出てたりするんですけど、まあうさぎ平で練習するぐらいなら、まあ、こっちの方が板を傷つけるリスクとかはないかなというふうに思います。はい、まあ、来週このゲレンデが生きているかどうかっていうのは別にして、まあ、明日以降ね、こう日曜明日は風吹かない限りリフト動くと思うので、まあ、この辺りはね参考にしていただければなというふうに思うんですけど、はい、まあそんな感じですかね。天気はめちゃくちゃいいのですごいね、あのちょうどいい気温、僕このスキーウェアの中今あの T シャツ1枚しか着てないんですけど、それでちょうどいいかむしろちょっと暑いかぐらいですね。はい、でまさ朝一登ってくる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった方は、まあ、若干もうちょいね着込んでいってもいいのかなというふうには思います。はい、まあ、最初ウサギ平に着いた時ちょっとねやっぱ肌寒いなという印象もあって、まあ、さすがスキー場ということもあってあのストーブ焚いてくれてたんですけど、まあ、ゴンドラ降りた直後のあのヒヤッとする感じ、まあ、この辺りはねあのちょっと風邪ひくかもわかんないんで、まあちょっとね羽織るものをも、ね、中に着込みつつ、まあ、脱げるような体勢を整えていただくっていうのが一番いいかなというふうに思います。いい感じだ全然。
いい感じに滑る。山も、綺麗に見えてるんですけど、ちょっと黄色がかってるんで多分黄砂かなという状態ですね、はい、で雪もちょっと茶色く汚れてると思うんですけど、こんな感じで、まあこれもね、飛んできた砂とか、まあ、そういったものとか、はい、混じったりしてる感じなんで、まあ、滑走性にちょっと影響したりとか、まあ、パラフィン系のワックス塗ってる人はストップの感じが残ったりとか、そんな感じはあると思います。はい、まあ、僕塗ってるワックスは概要欄に貼っとくんですけど、この黄砂とか全く無効化してくれるようなワックスなんで、はい、まあこういう雪でもストレスなく滑ることができるようなワックスとなっております。黒菱上の方はほとんど土が出てるとかそういうのはなさそうな感じですね。まあ、草とかは出てるかもわかんないですけど、岩が出ててなんかガリッとするとかそういうのは、まあ、若干下の方ではあるんですけど、上の方はほぼないですね。はい、緩斜面のところも、まあ、出てたりとかは僕が滑った例に関してはなかったですね、と今のところ。ハゲてるやないか、まあ、どでかいハゲやでこれ。はい、この先滑れるんでしょうか。さっき下から映したと思うんですけど、まあ、あれをね雪の上から見たいなと思います。まあよくね天国地獄大地獄みたいな話すると思うんですけど、まあ地獄地獄大地獄って感じですかね。はい、もうどこ行っても地獄っす。まあ下の方ワンチャン天国ゾーンがありそうなんですけど、ボードの人辛いだろうなこれ。スキーがでも辛いんでかなり難しいですね。はい、圧雪するんかな、これできるのかな、この雪の厚さで。もう連休営業諦めますぐらいの勢いだったら、まあ、明日朝一かかってるかもわかんないですけど、はい、このうさぎ平のこの急斜面を滑れるのはこっちですね。このコース滑れるのは多分今日が最後じゃないかな。明日も一応ギリギリいけるかもわかんないですけど、期待しない方がいいレベルですね。まあ、こんな感じで底が出ちゃってるんで、はい、雪はだいぶ薄いです。なのでもう使う板としてはもう本当に何だろう、春スキー用の板、新しい板とかは絶対今年売りたいみたいな板は絶対使わない方がいいです。ひどいなこれ、もう割れてます。いや、まだまともなのが残ってるとすれば最後の方のここだけですかね。いや、もう連休の一番最後みたい。さあ、というわけで時刻は12時50分頃となりました。うさぎ平ゲレンデの様子ですが、まあ、このようにハゲ散らかっております。だんだんね、なんか気持ち狭くなってきたなっていう感じはするんですけど、まあ滑れなくはない、はい、うん、滑れなくはない、うん、本当にその感じ、うん、ですね、はい、でコブなんですけど最後のところあそこに関しては滑りやすかったですね、正直。はい、でまあ、上の方はまあ出てるんで、まあ移動するだけみたいな感じかな。はい、僕はおすすめはしないかな、特に。はい、あればあちら側の一応圧雪かかってたっぽいところを滑った方が、まだ降雪機とかもあるんで、それなりに年季は残ってるかなっていうふうに思いますので、まあ、板傷つけない、傷つけたくない方はあちら側滑っていただくのが無難なのかなというふうには思います。はい、まあなんせ滑るところのメインは黒部渋ゲレンデに絞っていただければ、まだまだなんだろう、コブとか練習するに限っては楽しめるかなというふうに思いますので、はい、まあね、明日来られる方はぜひ参考にしていただければなと思います。佐々木平 の, テラスのレストラン、ちょっと名前忘れましたけど、あそこで今シーズン券持ってる方は 20% オフで食事食べれるみたいで、結構お得なので、もしね休憩される方、あの辺のレストランとか利用していただければなというふうに思います。もううさぎ平ゲレンデの注意書きが面白いですね。雪不足、石や段差があり大変危険です。なんでオープンしてるのか謎なレベルですけど、は
はい、まあ、ここ通らないとマジで帰れないんで開けるしかないんですよね、多分発砲としては。で、まあ、最低限安全確保できているのがこっちの右側のところなんで、こちら真ん中の方ね滑るのであればもうマジで自己責任だと思うので、その辺はご了承いただければなと思います。何やかんや言いつつ僕はこうやって真ん中来ちゃうんですよ。あの大変危険ですとか書いてますけど、まあ、こんな感じですよ、はい、さっきも通りましたけど、だんだんねこうやっぱ土が出てきたかな、やっぱ、はい、まあ、いいところでね、いい感じのイメージ持てるところで滑りたいんで、多少のリスクを犯してでも僕は滑ります。はい、まあ、あの辺は良さげですね。はい、行ってみましょう。ウサギ平上げるんで最後の砦のコブですね。もうここだけはめちゃくちゃ綺麗なコブで、で、まあ、下に何かが出てるとかそういうわけでもなくいい感じに滑れます。ただこの10コブぐらいかな、10個15個ぐらいは綺麗に滑れるんですけど、あとはもうただ移動するだけみたいな感じですね。これちょっと嘘っすね、スカイライン無理です、パノラマも無理です。なんで今補足しているエリアだけで、事実上ここだけって感じですかね。